ベイちゃんには目標がある。日本一、日本一、日本一、日本一。プロ草野球なんで勝たないといけない。ベイちゃんお別れとなります。やっぱりどうしても草野球って9回までなくて7回制なんですけど、時間で終わるんで5回ぐらいで終わっちゃうんですよ。どうしても打席数が少ない中で、やっぱり最初は攻撃型でいって最後守備固めでいく方に変えてみようかなと思って、今まではどっちかというと守備固めというかエラーをしないチームっていう風にやってたんですけど、どうしてもイニング数が少ない中、胴打を最初から使うのもありなんじゃないかなと。で、胴打も多分セカンドの練習はだいぶしてきてるはずなんで、まあちょっと期待の意味も込めて使ってみて、でまた胴打がちょっとあれだなってなったらまた変えてっていう感じで、まあ言い方悪いんですけど、まあチャンスを与えるというか、そういった感じになると思います。はい、やっぱベイちゃんっていうか野球やってるからね、試合に出たい、まあ出なきゃやっぱ一番楽しいのは試合なんで、出なきゃ楽しくないっていうところはあるんで、試合にはどうにかしているようにやっていきたいというところはあります。もちろんアピール、そうっすね、したいっすね。今日練習メニューシートバッティングと走塁練習あるって言ってたんで、まあ、そこのシートバッティングの時も、まあ、鉄人からセカンドが今一番隠れてる確率が高いって言われてるんで、まあ、サードやりたい気持ちもありますけど、セカンドそこ練習してきたもん出せる準備して次の試合出たいなと思ってます。もう出れる準備はできてるぞと、いつでも使ってくれっていうところ見たいっすね。胴打さんのバッティングはどう見てるんですか？まあ、もともといいんで、もともとうちでクリーンナップとか打てるぐらいのレベルなんで、守備だけなんだ課題は。胴打がバッティング打ったところでびっくりしないです。当然です。それはベイちゃんなんで、それはもう打ってびっくりするようなやつはいないです。打って当然なんですけど、胴打は守備です。まあでもなんか次試合出れるからってちょっと活気もついていいと思います。はい、打てましたね。ああ、打ちました。でもやっぱり鉄人に聞いたら、はい、普通だって。ああ、あのケースだとやっぱ塁進めたいんで引っ張りに行く、最低限でもその中でヒット狙いに行くっていうことだったんで、待ってる球も引っ張れる球を待ってて、それ以外はストライクでもとりあえずここは見送るとこかなっていうのがあるんで、引っ張れる球を、まあ、ちゃんとこっち側にまず転がさだっていうのが最低限の中で OK で、まあ、結果ヒットになってくれたんで、まあ、よかったっす。まあ、収穫っす。あ、そうですね、まあ僕キャプテンやらせてもらって、胴打副キャプテンでチーム支えてもらってますけど、自分の成績とこう葛藤する部分ももちろんあると思うんですけど、でもそのチームとしては本当にいつでもこう盛り上げてくれる選手がいるっていうのはすごく嬉しいし、助けられてる部分なんで、まあそういうところでは本当に胴打の良さっていうのがチームに浸透してるなというふうには思いますし、まあここにあとはまあ個人のね、自分の成績だったりっていうのがついてくれば、プレーでもチームに引っ張ってもらえる、間違いなくそういう存在だと思ってるんで、まあチームには欠かせない選手の一人だなっていうふうにはいつも感じさせてもらってます。まあ、やっぱり彼が試合に安定して出ていくためには、
まあ正直なこと言うと守備力の向上っていうところが一つ課題かなっていうふうには、まあ、思うんで、そこが、ね、安定して守れて、どこでも守れるようになってくれれば、試合におのずとね出れる機会っていうのはどんどん増えてくると思うんで。特殊ってやつです。特別守備練習、鉄人が打ってくれるみたいです。期待されてますね。期待と、そうですね、頑張れっていうメッセージだと思って、特殊足動かしてやっていきます。よっしゃはい、よいしょ、さあ、はい、はい、はい、さあ、来い、はい、行け、おー、ナイスター取れろ、取れろ、おい、後ろからだ、後ろから、おい、はい、お願いします、手を2つ、今のも確実に行こう、どうだ、はい、ああいうのもあるぞ、はい、ナンシーはキュルキュルあるから、はい、よしよし、あと、あと、いったーで終わりじゃないぞ、はい、よしよし、くるっと、はい、さあ逆ちゃうか、どうだ、こっち、おう、そっちの方が絶対投げやすいって、はい、言っとくよ、こっからのこの回転リスクしかないから、はい、だったらもうこういってんだったらこう入ってこう取った方が絶対早い、はい、さあ、よし、疲れたか、大丈夫です、はい、さあ、はい、うわあ、おい、疲れとるやないかい、やめて、今のエラーで交代やぞ、もう、はい、お願いします、はい、そうだそうだ、そう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 、よいしょ、その回転を覚えろ、はい、お願いします、くるっと、え、ち、そうそう、そう、よっしゃ、そっちの方が早いってどうだ、はい、全然早い、ありがとうございます、はい、もうちょっと頑張れ、よっしゃ、お願いします、はい、はい、そうだ、おい、はい、今ので2球、それぐらいの気持ちでやれよ、はい、ノーミス連続5本、よっしゃ、お願いします、はい、よ、はい、ゼロ、上から上から出てるよ、だめ、そっち、しっかり忘れてこそ、つらいけど、お願いします、はい、よし、ほらこんだけやったんやから大丈夫っていう安心感で頑張れ、よっしゃ、はい、ゴー、お願いします、切り返し、はい、パス、そうそう、ほらはい、ゴー、お願いします、お願いします、危ない、オッケー、いい終わり、よっしゃ、ラスト2つ、あ、仰向けでいい、仰向け。
で、あ、逆、はい、うん、で、足上げて、手広げろ、もっと、そう、ストレッチっす。これね、次の日の疲労回復が変わるんですよ。そうなんですね。そう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 。硬いなお前。かまっどうでした堂田さんは。いや頑張ってますよ。あとはこの自信もつけて練習で、うん、こんだけがむしゃらにやってもう試合大丈夫だっていう不安材料を消す作業がまず必要で、その作業がなかなかできないんで、やっぱりそれも練習なんですね。練習しかないっす。痛い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 。どこ痛い？首、首、はい、硬い証拠。痛い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 。背中腰くるでしょ。はい、あー痛い。はい、オッケー。あ、でも軽い。いや、これ本当に全然違うんですよ。あ、そうなんですか。軽いわ。ただこれも一人でやるんじゃなくて、一人押してもらうことが大事で。なるほど。一人じゃできないでしょ、こんな負荷かからんじゃん。人にやってもらうことが大事。二人一組とかで。あ、全然違う。おお、全然違うよ。全然違うわ。じゃあこれマジなんですよ。あ、全然違うわ。あんだけきつい練習、普段やらない練習をしたときはやった方がいい。でもう明らかにバテてたら分かったんで、やった方がいいなと思って。全然違う。そうそうそう。もう見たことない顔でしたね。まあ普段こんなやつですけどね。ちょ、動画の中で隠してるだけですけど。めちゃくちゃ軽い。もう一回いきますか。は？尺考える。次の試合いけそうですか。次の試合出たらいけます。まあもうスタメンで使うのは確定なんで。楽しみですね。はい。結果残したいですね。結果残したいです。セカンドも結局まだなんか出たらエラーしてるみたいな感じなんで、これちょっと空気変えたいです。できるじゃんっていうので。まあでも難しいことを挑戦してるんですけどね。今までもう二十何年間サードをやってきた人間が急に大人になってここまで培ってきたものが全部なくなって新しいポジションをやってるってことなんで、もちろんそれは難しいことであるんですけど、この今のチーム事情でローダが試合出るにはセカンドっていうだけなんで、それを彼が挑戦してるだけなんで、それは難しいです最初は。でもちょっとずつこう進歩しているところを皆さんにもっと見てもらえたらなと思いますし、まあ、こいつの課題は、まあ、僕もなんですけど、フライが判断しにくい、落下地点がっていうのと、そのさっき言ったセカンドゲッツの時のこのターン、こっちのターンなのかこっちのターンなのかっていうところを今練習してるんで、まあそこさえなんとかなればバッティングは申し分ないし、でさっきのセカンドの走塁だって意外とタイムチームではトップレベルで速いから、もうそこっすかね、うん、そこさえ俺と高見コーチの中で、あ、セカンド大丈夫そうだなって安心材料が入れば、動打をしためで使いやすくっていう感じです、はい、だからもうあとお前の努力。そうっすね、うん、まあね、急に上手くなるっていうのも難しいですし、まあ、そこはもう心意気というか気持ちの問題かなっていうのはあるので、まあ、スタメンで出る以上は、しっかり自分がレギュラーだっていう気持ちで、臨んでほしいなと思います。まあね、こう言って今週自分で課題を見つけて取り組んだっていうことは、まあ、次に生きると思うんで、まあ、試合でねチャンスをもらえたらそれを思い切って、まあ、自分で練習を積み重ねたことを試合でやるだけだと思うんで、まあ、その結果ね、失敗もあるだろうし成功もあるだろうしっていう中で、そのねトライアンドエラーを繰り返していく中でどんどんこう一歩ずつ成長していってほしいなっていうふうに思ってるんで、まあ、試合に出たら出たでミスを恐れずね、とにかくやってほしいなっていうふうに思います。まあいけるだろうと思ってるところ、思ってもらえるところまではもう少しかなってなるんですけど、まあ、ベイちゃんはそこからがレギュラー争いなんで、出すチャンスもらえるようになってからまた結果を出していく。多分ここもバッティングも出さないといけないし、他のところも出さないといけないので、まずはスタートラインの準備はちょっと見えたかなっていう感じがしています。あれ、今のところセカンドになってくると、はい、ライバルはいるんですか。ライバルは今やってるのがキノピー、稲上さんですね。なんでここの2人、まあ、両方とも守備が上手いん でバッティングのところで残してるんで、守備でまず並んで、あとはバッティングで頭抜けるってことですね。
頑張ってください。よっしゃ、チーム一丸となっていけたー。